なんか痩せた気がするわ。痩せたでしょ、これ。これで、今日夜食食わなきゃいいだけ。あ、バーガー3個出す。これで、夜食を食べなきゃいいだけでしょ。一食置き換えて。ゴミ捨ててくるか。あとね、なんか痩せるには運動も大切なんですけど、なんか太ってる脂肪のあるところをね、揉みほぐすことが大切らしいです。なんかね、体が硬いと痩せないんだって。これマジで。だから脂肪がついてるお腹のところを揉みほぐしてあげるっていう。いや、これ本当ですよ、これ本当の話。テレビでやってたもんだって。太ってるところをこうやってすごい、だから顔とかもなんかちょっと若干きてるから、こうやって揉みほぐしてる。よしやっぱちょっと運動した方がいいんですかね。やっぱね、ダイエット食品だけに頼らず運動も必要だと思うんですね。運動も、はい、よし。で、ボクサーとかは、なんか痩せるために頑張ってて、ボクシングとかね、痩せるらしいんですよね。だからそういうなんかね、あれがないから、なんつうの、あの、殴るやつあるじゃないですか、なんつうの、あの、こう、なんつうんだっけ、こういうあれ。なんかこう、吊るしてあって、こう、殴るやつ、サンドバッグだ。水で洗ってきます。サンドバッグがないので、まあ、シャドーボクシングという手があるのね。シャドーボクシングでダイエットをしましょうか。よし、じゃあ、閲覧がね、600ぐらいあるんで、いきますか、シャドーボクシングで、はい、ダイエットします。みんな、今日は見てくれてありがとうな。この放送が少しでもええなって思ったら、ツイッターフォローとふわっちフォロー、ほんまよろしくな。みんな人生楽しもうぜ。よし。よし。
痩せました。トイレ行ってくる。